は20時31分もありました、はい、ここからは減災のコーナーです。野田さん、はい、よろしくお願いします。はい、そういえば一応最初に先週からの ねこれね、先週ご紹介したこれアクアキャンドルなんですけど、まだついてます。ついてます。こっちですよ、ね、水入れたらつくっていうやつなんですけど、これ、うん、昨日の夜結構暗くなってさ、はい、ちょっと水足してみました。お、そしたらまた明るくなってですね、1週間以上持ってね、これね、なんか2、3時間かなと思ったら、そうだね、1週間だったんですね。1週間持ちましたね。びっくりしました。ちょっと、うん、アイテムの一つにしてみてください、はい、今度自作してみようかと思います、ね、自分で、うん、作ってみようかなと。おお、やってみよう。はい、やってみよう。はい、さあここからはちょっとゲストの方をお迎えして、はい、そうですね、実験なんかも今日は、あ、実験ですか、していただけるっていう、実験大好きなんでね、ねえ、目がキラキラしちゃいますよね。はい、じゃあちょっと今日のお二人を、ゲストの、はい、お二人をご紹介したいと思います。はい、防災科学技術研究所の、はい、から来ていただきました、ね、ドクターナダレンジャーさんとナダレンコさんです。よろしくお願いします。どうも、よろしくお願いします。どうも、ありがとうございました。防災、ちょっとごめんなさい、なんか変な人だと思ってませんか。思ってるでしょ。その前に何、防災科学技術研究所、はい、こう見ると私は科学者をしておりますんです。科学者ですか。本当ですよ、科学者、疑ってんでしょ。いやちょっとさっきと風貌があまりに違うんで。さっきって何の話。さっきね、何の話聞いてないよそれは。いやいや、ね、お隣にまたナダレンコさん、助手のナダレンコさん、です、はい、あれこれあれ、ナダレンコさんはお話にはならない。黒子なので、はい、いないと思ってください。いない、そうなんですよ、ね、いるんだよ、ね、すごい目立ってますけど。おかしいよねこれは。すみません、申し訳ないです。はい、いやいや、ロシア人ですかって。ロシア人です。ロシア人には人気あるかもしれない。いやー、このお二人をお迎えして、はい、うん、今日は、はい、まあ、後半ちょっと実験をしていただけるっていう、していいんですかね、やっぱりね、一応科学者ですからね、科学者ですからね、多分正直に言ってね、うん、不審者に思ってるでしょ。いや真摯と、いや、まあ、今パッとつけた人はそう思うかもしれない。パッとつけた人はね、つけなくてもね、一般論としてはこういう人を不審者と言います。ただそれは誤解ですからね。誤解ですね。もう大誤解ですよ。はい、こう見えても一流の科学者であることは間違いないですよね。一流ですよ、一流。一流ですからね。一流の科学者ですからね。ナダレンジャーさんはなぜナダレンジャー、うんうん、あ、それから行くの間違いない。多分ね、誤解されては困るんですけどもね、はい、切るとこを間違ってると思うんですよ。普通はね、はい、ヒーローですとね、こういう、はい、こう、はいはい、ね、兵庫県神戸のね、はい、灘区のあたりのご当地ヒーロー、うん、灘レンジャーって言いません？灘レンジャー、場所ありますね。実はね、はい、私は科学者と言いましたけども、はい、本当はね、うん、世界的にも一流の、うん、雪崩の科学者なんですよ。おお、で大体わかるでしょ、雪崩にウンジャーがついて、雪崩ウンジャーになってるんです。だ、切るところナダレンジャーじゃなくて、ナダレウンジャーだから、ちょっと不審者に見えるかもしれないと。だから、またこっちもそうですよ。ナダレンコじゃないんですよ。ナダレンコなんですよ。レンコじゃないって言ったでしょ。そういう口に出しちゃダメだからね。そうなんですね。ナダレウンジャー。じゃあ行きましょうか。はい、はい、地震の情報についてお伝えいたします。先ほど関東地方で震度3の地震が発生いたしました。まだ推定される最大震度やマグニチュードの情報は入っていませんが、この後発表されるという形となります。慌てて外へ飛び出さないようにしてください。割れたガラスなどで怪我をしないようご注意いただければと思います。チャットの方で船橋の方から無感です、千葉の方からは無感でしたということで報告をいただいております。こちら確定された震度となっております。先ほど千葉県北東部で最大震度3を観測する地震が発生しております。まだ現在津波の情報やマグニチュードなどの詳細の情報は入っていませんが、この後発表されるという形となります。念のため沿岸部にいらっしゃる方は海岸から離れていただければと思います。繰り返します。
先ほど関東地方で最大震度3を観測する地震が発生いたしました。最新の情報が入ってまいりました。この地震による津波の心配はありません。繰り返します。この地震による津波の心配はありません。先ほど20時33分に千葉県東方沖を震源地とする最大震度3を観測する地震が発生しております。震源の深さは30キロメートル、地震の規模を表すマグニチュードは 3.7 となっております。繰り返します。先ほど20時33分に関東地方で最大震度3を観測する地震が発生いたしました。震源地は千葉県東方沖、震源の深さは30キロメートル、地震の規模を表すマグニチュードは 3.7、 津波の心配はないという形となっています。震度3を観測している地点は千葉県北東部となっております。先ほどチャットの方から千葉では突き上げる揺れでしたが短時間でしたということで報告をいただいています。また千葉市若葉区の方から一瞬だけドンときましたということで報告をいただいております。最新の情報が入ってきております。震度3を観測した地点は大網白里市となっております。繰り返します。先ほど20時33分に最大震度3を観測する地震が関東地方で発生いたしました。震度3を観測した地点は大網白里市、その他千葉県を中心として震度1から震度2が観測されている状況となっています。この地震による津波の心配はありません。繰り返します。この地震による津波の心配はありません。以上、予報センターから地震の情報をお伝えいたしました。はい、ちょっと地震情報をお伝えしましたけれども、まあ、地震に関してもナダレンジャーさんは、はい、一応なだれと言いますけれども、それはあくまでも私が研究者としての立場で言ってるわけで、実はこの格好をしている時はそれだけじゃないんです。いわゆる災害をいかに分かりやすく実験で伝えるかという、そのためのまあキャラクターだと思ってください。キャラクターいかにを伝えられるか、そう、まあ、一見ね、ちょっと防災とか災害とかになると結構硬い、ちょっと一瞬ちょっと重いような雰囲気になっちゃうんですけど、まあ、そこはあえてその風貌でこう言ってるっていうのはあるんですか？そうですね、普通はね、災害のね、はい、まあ、直後だと別に皆さんはそのまんまで関心持ってるじゃないですか、はい、そうですね、でもね、ちょっと過ぎるとね、はい、ほとんどね気にしなくなる方が多いでしょ。でその時にね、災害は重要だよって言って、どれほどの方が振り向いてくれるか、まずない、まずない、振り向いてくれる人は最初から興味を持ってる人であって、それはごく一部で、伝えたい相手はそうではなくて、あまり興味のない、まあ、ごくごく一般の人たちなんですね。どうしてもそうなっちゃいますけどね、それも結構長い活動期間があるんですか、そうですね、もうすでに20年近くなるんですけども。20年、もう20年だそうですよ。20年ですよ、はあ、よくやってると思ってるんですよ。いやもう言っとくけど、これはね、やりたくてやってるってわけではないんですよ。そうなんですか？嘘。これはしょうがなくてやってるんですよ。そうなんですか？世のため、人のためだけど、何の役にも立ってない気もしますけどね。でもね、これ重要なことでね、そのね、相手の気持ちを引きつけるためにはね、たとえ対象がね、災害であったとしても、怖いというノリはダメなんですよ。やっぱりそれはそれに関わるいろんな楽しいことを通じて怖さを伝えないといけないというね、ここが重要なんですね。これ間違っちゃまずいですね。まずもう最初から、まずは見た目から入ってっていうところもじゃ あるってことなんですかね。もうね、もういきなりね、私はこっち見たっておかしいんですよ。まず何、バカ者アーティスト。それはいいんだけどさ、
そうなんですよ。はい、とりあえずね、はい、防災というスを一切見せないで、はい、面白いなって言って結果的に伝わればいいわけですよ。だからね、はいはいはい、語る看板は必要ないんですね。結果として防災につながればいいわけですから、はい、最初ねそれ看板を見ただけでね、はい、いかに多くの人がね、うん、横のアンパンマン署に流れるかですよ。それ考えるとねそこをなんとかするってことが大事なんですよ。なるほど、なるほどね、つかみは大事ってことですね。つかみ大事ですよ。もうあのつかみ、うん、ライバルはね災害ではないんですよ、はい、アンパンマンですね。アンパンマンは強いです。強い、ね、もうとてつもなく強い。いや確かにキャラの強さはすごいなっていう、その存在だけで人を引きつけますからね。いやこの間あのチーバ君をもってして思いましたね。そうだね、チーバ君強かったね。ちょっとあのイベントでチーバ君に負けちゃったんですね。チーバ君が来たらわーやっぱ子供たちはわーってなりますね。それね、うん、群馬ちゃんに負けてましたよ。グランプリ去年取った群馬ちゃんに負けちゃいましたよ。直後で勝てるわけがないというかね。なるほど、うん、やっぱじゃあ対象的にはお子さんが多いんですか。なぜお子様かというとね、はい、小さいお子様はやがて大人になるわけですよ、はい、だからお子様と言わないでね、お子様は将来の大人なんですね。おお、そりゃそうですね、うん、でもう一つ大事なこと、うん、子供が生きてる時間と大人が生きてる時間を比べると子供の方が長いわけですよ、はい、つまり長いということは災害に遭う確率も高いということですよ、はあ、これで両方重要ですね。いや本当ですよね、ちっちゃいからといって会わないわけじゃないですもん、ね、その瞬間に会うかもしれないわけですね、まあ、でもねそれは建前が一つあってね、もっと言うとね、言うとね、はい、もう子供はその裸の王様じゃないけども、はい、どんなものもストレートにね、あの変なことを愛想とかそういうもの抜きに、はい、ストレートに入ってくるんですね。面白いもの面白いって入ってくるんですよ、はあ、大人はどうするか分かりますね、うん、大体普通の成人の社会生活を営む大人の大部分は、はい、それは一体何の役に立つんですかかって聞かれますね。いくらお金儲かりますかとかそういう話になってくるわけですよ。はい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 、それはまず、ね、それから始まるとね、うん、何も話になりませんね。災害でお金を儲けられる、うん、そんなわけじゃないじゃないですかね、うん、いやそうですね、気象もそういうとこありますよね。そうね、そう、なるほど。いや子供に、まあそうですね、うん、楽しんでいただけるってことですね。お子さんは素直に入り方ね、素直に楽しんでもらうんですよ。ものすごく楽しんでもらうんだけども、その中にちょっとだけね、はい、それが災害につながるよというふりを入れとくんですね、はい、このまんまでは終わらせないんですよ。でこれがもしかしたら死んじゃうかもしれないものになるよというのを言葉ではなくね、実験で間接的に見せる、ここが大事ですね。なるほど、実際やるだけじゃなくて、うんうん、やるんだけです。やるだけ、やるだけ、ね、言葉では語らない。あ、やるだけ、やるだけでなんかそうなっちゃったよねと、いつの間にかそうなっちゃったよねと。で持ち帰って考えるのは個人個人だったりもするんですかね。そう、自分でね、うん、考えないとダメなんですね。つまりね、自分から率先して何かをやるときにならない限り、うん、こちらから防災のときはこうしましょうね、揺れたら身を低くしましょう、机の下に潜りましょう、ガッチリ押さえましょうとかって言えますよ、はい、でもそれを聞いただけでは身につかないですね、やっぱりね。そう、自分からそうだっていうふうに思う気持ちを持たない限りダメですね。だからね、結局ね、結局ね、最初からそれをやりますよって言ったらね、みんな逃げちゃいますよ。はい、なるほど、絶対アンパンマンの方に行っちゃう、間違いない。しつこいようだけども、しつこいようだけども、ね、だからそこはね、そこはそうじゃなくて、こう、はい、実験、例えば実験だったらね、ものすごくね、今サイエンスショーって人気あるじゃないですか。ありますあります。もうほとんど遊びでしょ、うんうん、なんで遊びかっていうとね、テストがないからなんですよ。テストがなければ、うん、理科ほど楽しいものはないんですよ。あれはね、テストがあるから 理科嫌いになるんで、なくしてしまってもいいぐらいだと思うんだけどね。だからね、最初からね、この遊び気分でやってたらこんなね楽しいものはないですよね。その災害のサイエンス、理科を十分分かってくると、それはやがて本当は怖いものにもなりうるという両方をね、感覚で、頭じゃなくてね、感覚で分かってもらう、ここが大事ですね。感覚で分からないとダメですよ。感覚で、うん、感覚ね、感覚、感性、感性、感性ね、品性はいらないかもしれない。品性、品性がちょっとちょっと、いやー、やっぱりつかみって大事なんですね。つかみ大事だね。そうか、うん、勉強、まあ理科、まあ実験好きだけどっていう人多いでしょうね、うん、チャットの方も見てても思いますけど、ね、実験はみんな好きなんだよね。うん、
テストか、理科のテスト。確かにどう、そうね、あんまり覚えてないな、うん、実験は覚えてるけどね。はい、うん、そうですね、確かに実験は覚えてる。実験は覚えてるよ。なんか酸素を発生させて火つけてみたいな。言っちゃダメなんか、こういうの自分で助手席にいろいろやってみたりとか。今ね、おっしゃったのはある意味ね、正しくてね、あの本当人間の心の中には自分が安全な立場にいると怖いものほど見たいという気持ちは誰しも持っている。それはなぜかわからない、わからないけどもそういうことはあるんですね。でもね、それはね重要、そこをね避けて通っちゃいけないです。それを利用して、むしろそこを使って相手に伝えていくっていう、ここが大事なんですよ。なるほど、なるほど、はあ、まあ、これまでずっとじゃあその実験で伝え、実験をしてこられたってことはもういっぱいこう何ですか、ネタですか、ネタがあるんですよね。ネタって言い方はおかしいですけどね。芸人の世界でもね、難しいけどね。言っときますけど、はい、こう見えても科学者なんですけどね。芸人さんではないんですけどね。でも一応ネタと言いますけども、はい、ネタは確かにあのやってた年数だけはある。いや、20年の蓄積が。喜んでもらえるかわからない。なんかやっぱやってみてうーんっていうのもあるんですか。ほとんどがそう。ほとんどがそう。そうなんですか、ね、そうそうですよ。あ、やっぱちょっと変えていくんですか。あ、これやっぱちょっと反応がなかったから、もう反応はもう大事ですよ、うん、その反応を、ね、のたびにね反省してながらね、もう改良を重ねていくんですね。へえ、やっぱそうですよね。人によってやっぱお客さんによっても違いますかね。違いすぎますね。違いすぎます。幼児の場合ね、小さい子だったらね、はい、この格好で出てくると泣いちゃうから。ねえ、なんかね、幼稚園の子のこれ行くとみんな引いちゃって怖がるんですよ。そこは、そうかもしれない。そこはね、はい、アンパンマンも同じですよ。あんな巨大なものが目の前に来るとね、普通はね、いいっつってんだけど、目の前に見ると子供泣いちゃいますからね。そうなんですよ。あれ遠くで見てるからは面白いんだってね。近くの人、はいはい、うわーって泣いちゃいますよ。うん、で小さい子はそうね。で小学生ぐらいは通常にわーちゃちゃちゃんでいいんですね。あ、一番なんか盛り上がりそうな気が、うん。困るのが高校生の男子ですよ。男子。高校男子。男子だしね。じゃあ女子は、女子はどうですか。わかる。女子はね、意外とね。はい、小さい時からね、大人ながらね、ほとんど変わらない。ここ面白いですよ。男の場合と女子の場合の違いね。男の場合は大体ね、あるところからね、周りをものすごく意識しだして、みんなの前で恥ずかしいところを見せられない。だから質問はあっても恥ずかしい質問なんじゃないかと思って しない。そこを意外とね、女性は平気でしちゃう人が多い。女性。そうか、あれ、そうか、逆だと思ってましたけど。そうか、そうか、そうみたいですね。あのね、それで男子のが恥ずかしいから、そのね、周りの目を気にしちゃってね。だからね、それでどうするかというと、自分は何でも知ってますって顔するんですね。車に構えて、そう来た、でその時にこんな格好したらどう思います。親父何やってんだって顔するでしょ。その時でね、ここなんですよ。だからその時はね、キャラクターがガラッと変えちゃってね、うん、あのいわゆる自虐キャラみたいな、自虐逆切れですよ。逆切れ、正直に言っちゃうんですよ、はい、私はこれやりたくてやってるわけじゃない。業務命令でしょうがなくやらせてるんだと。大人の世界は辛いんだぞって言って、嘘とも本当もつかない話をすると、納得はしてないんだけども、まあ言ってる意味は分かるんで、そこ OK ですよ。あ、なるほど。もうちょっと大きくなるとまた話ですよ。で大人になってると、そこは社会性が出てくるから、そこそこ合わせてくれますけども、それでも一応ね、言うことは前提としてはね、あのいきなりやってもしょうがないんで、まあ、5分間辛抱してくださいと、5分間すると慣れますからって言うと大体納得してくるんですよ。これ今日はどういうキャラで、今日はどういうキャラだったさ、今日は実験から始めてるわけじゃないでしょ。違うよ、これはね、こういうスタイルはない。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 こういうのはない。こういうのはない。そうですか。じゃあトークの部分もちょっと気使うところあるんですかね。つかみじゃないですけど、実験の。それ何言ってるか分かんないもんだってね。あ、そうですよ。いや、なんか人間臭いところもありますね、やっぱりね。なんだと思ってる。もうキャラが濃すぎて、見た目のキャラとして
して見てしまいますけど今、もうね、いや宇野さんはそんなことなかったですか。もうあの宇野さんなんかそういう実験とか、実験大好きだからね、大好き人間ですよね、大好き人間だからね、もうね何でも面白いよね。宇野さんは珍しいですね、はい、成人の男性としてはね。そうですそのね、あれなんですよ、このずっと遊び心がね前面に出せる大人はなかなかいないんで、ああ、好きですね、実験は。だあんまり出世はしてないんじゃないですか。そうですね。まあその辺はそうかもしれないね。いやまあでも少年のようにあの熱心にサッカーを応援してますね。サッカーはね今試合やってますけどね。まあいいや。まあでもそういう、そうか、人にもよるってことですね。よりますよ。みんな違いますからね。なるほど。まああのじゃあこう実験の中でも、うん、こうランクみたいなのは。あるんですか、鉄板みたいな。うん、一応実験自体はね、はい、思いっきりストロングスタイルで言ってますね。だからね、そこを妥協してません。はい、一応やる実験はちゃんと大人の研究会、学会で発表したやつしか発表してません。そうですか。だから子供のための実験は一つもありません。おお。へえ。そんなに何で聞いてるの？ちょっとなんかその内容を今日私まだね、まあ見てないからね、そう聞いてないので、どんな実験なんだろうか。子供のための実験っていうのはね、はい、ほとんど子供騙しですよ。だからね、子供に受けるってやつは、大人は受けなくてもいいけど子供に受ける実験でこれでいいやっていうやつは、うん、大体子供もすぐ飽きちゃいますからね。うん、なるほど。はあ、そういうこと。そうなんですか。そうです。はあ、どんな実験になるんでしょうか。どんな実験になるのかがまた楽しみなんですけど、開けられたらどうしようかね。いやちょっとじゃあそろそろ準備に入っていただけますか。ありますか、ね、うん、ちょっと見たくなりましたね、本当に早く、ね、はい、時間はあまり気にしなくても構わないので、うん、どんどんやっていただければと思います。はい、じゃあちょっと一旦インターバルを挟みまして、うん、いよいよこのお二人のナダレンジャーさんの実験を見ていきたいと思いますが、ここでちょっとお知らせです。はい、うん、はい、予報フィードバックが21時30分から行われますので、はい、空ボタンで、今朝の予報が、うん、今日の天気通して合ってたかというところをお答えください。はい、お願いします。はい、では一旦インターバルです。
ドクターナダレンジャーさんとナダレンコさんによる実験です。実験よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。お願いします。じゃあ早速いわゆる本当の科学者の、はい、あのレベルをご覧いただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。気象のとこからちょっとやってみたいと思うんですけども、気象関係ですよ、やっぱり。そうですよね。あの我々防災科学技術研究所ではこれができないと、はい、なかなか採用されないかもしれないというネタがあります。なるほど。それはまあご存知の通りですね、台風なんです。台風モデルというやつがありまして、これはね大変なんですよ。台風モデルというのは、これちょっと、はい、これをちょっと持って、なんか出てきますね。台風モデルがありましてですね、こういうやつなんですけどね。お？こういうやつなんですよね。おお、すごい。どうして突っ込んでくれないの？これ台風モデル？もう皿回しだろって言ってくれないと話がつらいんですよ。以上あの念のためにはスーッと前に、はいはい、どうぞどうぞ、すみません、はいはい、宇野沢さん、回しちゃダメ、まあ、とりあえずね、レベルの低い場合はそのまま優しく隣にそーっと、はいと渡してください、はいと渡してください、はい、そうでしょ、うまいうまい。で今で分かる通りね、はい、台風というとね、まあ、北半球ではね、はい、反時計回り左回転じゃないですか、はい、これでしょ、うん、回ってますよね、うん、で南半球下から見れるんですけどね、時計回り右回転になってでしょで、ちょっとこの、はい、目までついてる感心した。じゃ、ちょっと、まあ、まだまだだ、まだ、ちょっとこれ宇野沢さん持ってて、その待っててください、もうちょっと来てください、ちょっともう一つ来るんですよ、もう一つ来て、こう来るんですよ、こう来てね、はい、木島さん、これ持っててください、はい、でこれ近づけたり離したりしてください。こう台風が2つこう、あれこういうやつなんて言います？これ藤原のこうかい、ちょっとありましたね、はい、あの分かってる取得しか受けないというレベルなんだでした、はい、だいぶあの気が楽になったんですねじゃあ我々いろんなのがありましてですね、はい、もうそれで分かる通りですね、例えば我々トップマシンっていうのもあるんですけども、トップマシン、うん、トップマシン出しましょうか。トップマシンっていうのはこういうやつをこうトップマシンって言います。トップマシン、うちはですか？この大きさだからいいんですよ。これが学校のグラウンドぐらいの大きさでバコンってやられたらどうですか。これちっちゃいから平気っていうだけで、ミニチュアにするとこういう風になっちゃうんですよ。おもちゃになるんですよ。よくあの科学実験でね、空気砲っていうのがあるじゃないですか、はい、これも超小型で、あのペットボトルの先っちょにね、はい、あのゴム風船かぶせて半分に切ったやつをテープで巻いただけですけども、はいはい、これでプッチャプッチャプッチャ、トップマシン、トップマシン、トップマシンでしょ、トップマシン、トップマシン、プッチャプッチャプッチャ、こんな感じでね。じゃあのゲリラ豪雨マシンってご存知ですか？ゲリラ豪雨マシン、ゲリラ豪雨マシン、今ね言いますよね、はい、まあ正しくはゲリラ豪雨っては言えないけどもあれもね、本当にミニチュアにするとね、こうなってくるんですよ。ゲリラ豪雨マシン、誰でもご存知ですよね、はい、ゲリラ豪雨マシンですよ、うん、疑ってるでしょ、ね、コップに水入れてちょうだい。これね、だいたいね1分もしないうちにね、これ10センチ100ミリきますよ。もう1万ミリを超える超ゲリラ豪雨ですよ。文句ある？文句ある？コップ上で、コップ上で、ね、コップ上であろうが何であろうが量的にはゲリラ豪雨で、スーパーゲリラ豪雨でしょ。はいはい、まあちょっと、ね、無理があることは分かったんですよ。無理があることぐらいは分かって、それが分かってるからなんですよ、はいはい、ちょっと皆さんね、少しだけね、はい、私のあのなだれの本当の科学者であるところを少しだけ紹介させていただかないといけないんで、これ見ていただけますかね。これ私が今から20年近く前に世界で初めてやったなだれの実験で、この白いのは全部雪ではなくて、こういうピンポン玉なんです。全部ピンポン玉なんです。ピンポン玉、ピンポン玉でなだれの実験してるんです。これ雪じゃなくて、すごいでしょ。すごい量。で下、うん、あ、いいこと言ってください。30万個ですこの場合ね。30万個。でも30万個ってすごいのはね、下に待ってる人がね、5人並んでるのよくわかるでしょ。5人。はいはいはい。この中の真ん中にいる人なんですけどね、この人はこの人だ、うん、この人、はい、根本君って実名言っちゃったらいいのかな。根本君、根本君って言うんですけどね、うん、実はこの根本君、この後大変なことがあるんですよ。いいですか。はい、次の写真よく見ていただくといいんですけどね、これ2つよく引いてみてくれないといけないんですけども、5人いたはずがなぜか4人しかいないんですよ、当たった後。
根本くんだけいないんですよ。あっという間に下に流されちゃったんです。一応そうなんです。一応この根本くんというのが、うん、世界で最初のピンポンなだれの犠牲者というでここを笑うとこじゃないでしょ。ここ笑うとこじゃないでしょ。でも笑ってですよね、ピンポン玉で死ぬと思いますか。そうですね、無事ですよ。あ、無事ですよね、うん、喜んでましたよ面白いっつってあそうこんなのあったらどう入ってみたいと思いません。ちょっとやってみたいですね。1個だけあるんですけどもね、これ全然平気ですよね。全然平気です、うん、でこれが平気だったら、うん、これはどう、ゴルフボール、ゴルフボール、いやゴルフボール30万個に入りたい人いる、ね、いないでしょ。これ怖いですね。これ小学生でも分かると思います、うんうん、重いですね。ここがね罠なんです実は。最初から怖いって分かるやつは近くにいらないでしょ、うん、だから寄らなければ起きてもそれはただの自然現象で災害にはならない、用心してるからですよ、うん、でもこれ全然用心しないでしょ、うん、むしろ楽しいなって思うじゃないですか、はいはい、これが罠なんです。自然に不必要にあるもの、うん、怖いと思わないもの、これがあることによって、災害を呼び起こす、これが罠なんです。どうしたらそうなるかをちょっとやってみましょう、はいはい、本当のなだれの科学者である、はい、なだれんじゃくんっていうのを出してみます。ナダレンジャー君と言います、はい、イチゴと言いますが、これねちょっとねオレンジ色したのがねちょっとあのプラスチックのねつぶつぶなんですが、はいはい、いっぱい入ってます。一粒一粒をミニチュアのピンポン玉だと思ってください、うん、ここには水が入ってますからこれは空気だと思います、はい、で傾けてみます、うん、形に注目です。どんな風にして落ちてくるか、じゃーん、戦闘が盛り上がってきました。この形です、この形です、この形です。ほーら、ナダレそのものでしょ。なるほど。でこの頭と尻尾の形になるのがナダレの大事な特徴で、ミニチュアでもそうなると本物っぽく見えてきます、うん、でこれはそれはいいんですけども、うん、もっとちっちゃいのがあるんですよ。もっと小さい、世界でもちっちゃい。ナダレンジャー、ポケットに入っている、いろんなところに入っている、ちっちゃい、ぐっちゃってぐほらほらほら、形は同じでしょ、ピントが出てくるでしょ。でも全然怖い感じがしませんよね。そうですね、ちょっとだけ怖いやつをもうちょっとねでかいやつやってみようと思って、ね、あのねナダレンジャーゼロ号くんっていうのができます。ゼロ号くん、ここにねビニール袋なんですけども長いんですよ。これうわーってなんでしょう。これナダレのものだったんですか。そうです、これにねここに白く見えてるのは発泡スチロール、あのふわふわした発泡スチロールでできた粒々がね、まあさっきのピンポン玉、うわ、うん、気持ちよさそうでしょ、ふわふわ、ありますよね、あるある、うん、ああそのものですそのものです。だから安上がり、お金かからないもうね、でこれにね空気を入れると、はい、巨大なナダレンジャクになるんだけど、ちょっと待ってくださいね。そう決めた、うん、当てて、おお入ってきた、入ってきた、はい、いいですよ。見えますか？あ、大きい、大きいね。すごい、広く使ってますね。でかすぎるか。でかすぎるか。はいはい。いや、なんとかしましょう。はい、素晴らしい。これをね、ダメだったら。もうこれが出てきた時点で、子供は…子供は引いちゃう。キャキャ言いますよね。そうですよ。これでね、こんな感じです。こんな感じ。ブヒャー。ああ確かにすごいわ。無表なんですよ、ということで木島さんこっち側でいて、はい、こう正面からここを覗くような感じで、はい、これを顔にペタッとくっつけて、そう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 、でちょっと中腰になっていただきます。中腰で、うんうん、いきますよ。これでグワッてきます。うわ怖っなんか怖いすごい勢い。やってみましょう、やってみせっかくですから。すごい勢いです。これさ顔にくっつけて、はい、中腰に、はい、はい、こんなもんですか。はい、行きます。ブヒャー、うわっすなんかこれ、ま、すごい、いや、これ素でびっくりした今ね、でもね、これは面白いだけじゃないですか、うん、そうなの、面白いのはね、この量だからで、言い忘れたのが一つあって、うん、実は量を増やすとだんだんスピードが速くなります。どのぐらいのペースで速くなるかというと、うんうんうん、100万倍すると10倍速くなるんですが、うんうん、何言ってるか分かんないですよね。分かんない、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 分かる、分かんないってことは分かる。例えばこの発泡スチロールの粉を、はい、あの例えば東京ドームあれを満タンにするぐらい入れると、うん、その勢いでいうと先頭のスピードは新幹線と同じぐらい、時速300キロぐらいになっちゃうんです。え、そうなんです。
で竜巻の時のね、日本で起こる竜巻ってよく新幹線ぐらいとか見るじゃないですか、あれで木が折れたり、家が飛ばされますよね、いくら軽いといっても発泡スチロールは空気よりもなんと50倍ぐらい重たいんです、だからこれが東京ドーム満タンで来ると間違いなく死んじゃうような話なんです。確かに、そうすると今楽しい面白いと思ってたのは怖いものになる。そうですね、確かに。さっきのさ、ピンポン玉でね、根本君っていうのが楽しがってたのは30万個だからで、3000億個ぐらいになるとドーム満タンになりますんで、多分根本君以外の4人合わせて5人、あっという間に死んでるはずです。そうですよね、よくよく考えたら竜巻も空気ですもんね、軽いもの、材料は空気ですよ、風ですからね。そうですよね、突風災害って言うけども、災害がつくとすごいと思うけども、材料は空気ですよ、だって洪水は水でしょ、水ですね、津波塩が入ってるけども水じゃないですか、それがそうなるわけでしょ。すごいパワーです。逆にね、逆にね、これちょっともうなんか見覚えがしちゃいます。次何出てくるの、素でさ、素で楽しんじゃった。はい、1個だけでも、1個だと一瞬がガーンと当たったら嫌でしょう、落石って言うんですけど、あの昔すごいのがね、富士山であったんですよ、あの登山してる人がいっぱいいる最中にね、大きな岩が落ちてきて、で全部で10人以上の人が当たってね、亡くなったんだ。結構ね、最近もあります。最近も確かにありますね。で、それでもね、実は助かった家族がいて、それは当時かなり話題になったんですけども、要するにね、どうしたかというと、お父さんの指示で一列になったあの家族がもう右に左に避けて、岩を避けて逃げ切ったというすごい話が当時あったんですね。で、ここに、落ちてくるのお父さん、はい右だ、はい左だって言ってね、いるんだよ、いるんだよ、こうやって、本当そんな感じなんですよね、左、小さくなって、ジャンプとかって、ここで大事なことは、要するにいざとなった時は誰も助けに来れませんよ、その時どうすればいいんですかって時に、一人ぼっちだったら自分で何とかするし、家族がいれば家族の助け合い、隣近所がいれば隣近所の助け合い、決してすぐに消防自衛隊警察が来るわけじゃありませんよっていう、ここが大事だと思うんですね。でそれも私も少しね感動したんで、今日特別に普段はやらないんですけども、落石実験装置というのを持ってまいりました。落石実験装置、こうガーッとこの場所で、ね、この岩がダーッと落ちる様子をね、再現しようと思います。かなりのものになります。かなりのもの、ここかなりのもの、ますかなりのもの、こういうものです。何でしょう、傘ですけど。傘ですね、傘ですよ。一般人は傘と言うんですよ。私と今これを定常落石シミュレーターといって、落ちてる様子が常にこの場所でね、ずっと繰り返し、落ちても落ちても落ちない状態を続けてお見せします。言います、落石発生5秒前、4、3、2、1、スタート。ぐる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 ビールですよね、中ぐらいのビールとちっちゃいビールと、ビールですか、ビールです。これどうやって飲むんだあ、びっくりしたよ、ビールでした、ちっちゃいビール今気づきました、遅いよ面白い人ですね、才能あるかもしれないでね、これをねちょっと揺らしてみるんだけども、見てください、このねテーブルが必要になってるんですけどね、なだれが出てきたらいいかもしれないし、はい、ここにねちょっとくっつけてみましょう、あら、両面テープ、これもね、あの東日本大震災の時に結構話題になったんですけども、東京のど真ん中ではね、背の高いビルがとっても激しく揺れたと、こんな感じです。第10、ショートありますね、どんな風に揺れるかというとね、こんな感じで、こんな感じで揺れちゃって、こんな感じで、すごいのはね、東京だけじゃなくて、震源地からはるかに離れた大阪でも、やっぱり背の高いビルが東京以上に揺れたところがあるんですよ。大阪でも、そう、震源地が離れてでしょ、でこれはね、あの背が高いからっていう言い方は正しくないですね。ものすごく正しく言うとね、背が高いビルが揺れるような地震だったっていうのは正しい言い方なんですよ。何言ってるかよく分かんないと思うかもしれませんけどね、
よくニュースで言ってるこれなんですよ。ゆっくりした長周期地震動って言うんです、はいはい、ゆっくりした揺れでは大きいのが揺れるんですよ。じゃあゆっくりしない地震が来たらどうなるかというと、ちょっと早くすると真ん中上げちゃう。あ、本当すごい。これ何これ、もっと早くするとウィーン。いやこれすごいわ。面白いでしょ、面白いでしょ。でこれね、全部一緒ですもんね、うん、どの建物にも一番揺れやすいリズムというのがあって、それに合うと合った建物が大きく揺れるという法則なんですよ。なるほど。ちょっと怖いんでね、かわいい感じ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 、ゆらゆら三兄弟ですね。声を出すといいんですよ、これね、はい、ゆら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 気持ちいいな、はい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 、ちょっと早くなったらウィーン。いやー、本当面白いでしょ。面白い。ちょっと待って、面白いけど、やってみたいと思います。やってみたいです。いいのがあるんですよ。ほら、あら、ここにもあったぞ。ちょっと待って、ちょっと一つずつ持って、一、はいはい、つずつ持っ て, ってちょっと一つずつ持って、はい、そう思ったままね、ちょっとまだ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  おじさんの真似してね、気持ち悪いのもあるから。じゃあ、まずでかいやつだけを見て、はい、端っこをなるべく軽く持って、こんな感じで、こんな感じ で、ゆら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 、大きく動かさない、リズムだけ、リズムだけ、ゆらゆらゆら、大きくすぎる、ゆらゆら。はいはい、いきますよ。はい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 、修行が足りないね。いいですか。ゆら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 、はい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 、ウィーン。これですね。おお、分かった。ね、ちょっとおまじないが足りないんでね、ちょっとおまじない、実はね、おまじないはね、ひげなんですよ。こういう、これをね、小鼻に引っ掛けるように、こういうふうにすると、ほーらね。で、今度こっち持って、はい、はい、ちゃんとありますよ。こっちにもありますよ。大丈夫ですか。はい、こっちに変えましょうね。はい、こっちによって、はいはいはい、そして、はい、おまじないのひげをくっつけて、はいはい、おまじないのひげをくっつけて、はい、私に、そうそうそう、大丈夫大丈夫大丈夫、一緒に行って行きますよ。本当にね、大きく重ねてリズムだけです。振幅って幅は短くね。、はい、ゆらゆらゆら、うまいうまいうまい、ゆら来たんしね。次行きますよ。はい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 、ウィーン。なんとかクリアね。なんとかクリア、クリア。なんとかあった、なんとか。なんとかクリアね。いいでしょ。面白いと思ってくれますか。超面白いですよ。もう一つだけ自慢させていただいていいですか。一、はい、個作るのにかかる費用ね、はい、10円かからないですよ。いやいいですね。こういう実験がね、1円か2円でできちゃうんですよ。いや、これね、はい、しかもどう見てもこれ地震の実験と思わないでしょ。ここがないなんですよ。さっき言ったでしょ。はい、これから防災をやりますよって誰も来ないんですよ。ここでゆらゆらってみんな、うわ何やってんの、これでしょ、うん、ほんでうわってやってて、最後に、実はこれは災害の実験でこうですよって後から種明かしすればいいだけの話でね、うん、だからね、最初からね言っちゃうとね、興味のある人以外は来なくなっちゃいます。で、我々が伝えるべきは興味のある人ではないんです、うん、興味のない人なんです。なるほど。その人たちが実は大部分なんです、うん、世の中の大部分、うん、もちろん興味が全くないわけじゃないんですよ、うん、あるんだけども、アンパンマンショーと比べたらどっちって言った時に必ずあっちに逃げられないためにするのがこういうことだね。なるほど。いや、これやめられない。ちょっと気に入ってくれました。これちょっとやめられないかも。よかったね、よかったね。これちょっとこれ今日ナダレンコ来たの、これ作る人だったんです。これベテランなんだよね、うん、これもう最後に一ネタやってみるかな、はいはい、じゃあこれを持ってください。一つずつ持って、はい、一つずつ持って、はい、で、私の真似をしてくださいね。うん、多分ね、知ってる人がいると思いますが、1、2、3でいきますよ。こう持ってください、逆さまにして、はい、で、利き腕で後からデコピンしますんで、デコピンする手を開けておいてください。はい、はい、来ました。じゃあいきますよ。こう持ちます。1、2のピュン逆さま、そのまま絶対動かないでじっとしててください。じっとしていると、砂が沈むと中には砂と画鋲と丸ピンという画鋲と水が入ってます。はい、画鋲が砂の中にもあります。あとは空いてる手で軽くボトルをデコピンします。ポンと叩きますよ。いきますよ。3、2、1、ポンと叩いてください。あ、何？お、出てきた。出てきたでしょ？何ですか？じゃあそのままこっち見て。
今度最初から出てますね、はい、じゃあ軽くポンと叩いてみてください。沈みましたね、はい、沈みました。感想はどういうこと。おー、ちょどういうこと。あお、さすが大人ですね。あの、面白いかどうかっていうと受けてくれたかな。面白かった。そっちが大事。面白い面白いって言ってくれることが一番嬉しいんですよ。面白い。なんだろうっていう感じです。これはね、実はね、これなんですよ。こっち見てください。これがさ、あの東日本大震災でよく出た、これ出てましたでしょ。千葉、あの 裏安ですよね、はいはいはい、マンホールが浮き上がった液状化現象ですよ。どう見ても液状化現象と思えないこの組み合わせが、実は液状化現象そのものを表してるんですよ。で、今ポンって叩いた振動が地震の揺れ、そしてポコンって生きた丸い玉がちょうどマンホールが地面からブワーッと浮き上がる場面やってます。今これが地震の起こる前です。起こる前で、これからポンと叩くのが地震の揺れになります。ポンと上から来ました。ポンと叩くと、下から浮いてくる。これマンホールが今液体になってね。で、もう一つあったでしょ。それはね、こっちはね、逆にね、こっち側なんです。電柱みたいなものは浮き上がりじゃなくて最初から出てますから、はい、倒れる場合もありますが、はい、重たすぎるんでギューッと沈んでめり込んでね、こんな風になっちゃう。こんな風になる。止まれマークが地面になるでしょ、はい、こんな風になるんです、はい、で、それがこっち側だったんです。こっち側逆さまにして地表に電柱が立った状態、ポンと叩くと沈む、うん、電柱が沈む液状化現象を再現しています、はい、自慢していいですか。はい、1個作るのにかかる費用、はい、10円ぐらい。あ、10円。10円ぐらいです。画鋲ぐらい。よく分かったですね。分かった。本当そうですよ。そうです、うん、もう廃品利用でできるのね。材質的には、うん、この砂じゃないとみたいなのがあるんですか。ない。それぞれの砂によってそれぞれの反応の仕方はありますが、粒が大きすぎない限り砂というやつでやると大体うまくいきますね。だから、あのどっか例えば、ね、海岸行った時の砂浜の砂をちょっと取ってきてどうなるかって試してみる、そうやってみるといいと思います。ただ問題はこの実験ではこの入れてる砂と水との中に入れるものとの組み合わせがある絶妙の組み合わせになってまして、この量を間違えちゃうとただの砂と水になっちゃいます。はい、材料は簡単ですけど組み合わせはかなり難しいです。で、もしそれを知りたい場合は防災科学技術研究所のホームページを参照していただいて、液状化のエッキーというやつを見ていただくと。液状化のエッキーですね。エッキーですね。これ液状化もそういうバランスによって起きることってことなんですか。そうそう、まだ言っていいんですか。原理を知りたいは原理をちょっとだけ説明します。ほう、これでかいボトルでしょ、はい、もう簡単です。原理っていうのはね、直感で言っちゃいますよ、はい、今輪ゴムが2本ついてますが、砂の上に1本ありますね、砂のところに、はいはい、でそれよりも1センチ上にもう1本輪ゴムがついているのが分かりますね、はいはい、でこれから何をするかというと、下の輪ゴムのところにある砂を上の輪ゴムの線まで増やしてみようと思います。このまんまで増えるんです。そこが大事です。増えると言ってもよく見ていただければ分かりますが、完全にシェイクして沈み直す、たったそれだけで増えちゃうんです。ガーッてやっていいですか。このまんまで起きます。で、これが下がってきたら本当に量が上に行ってるかどうかを見てください。シェイクして、うん、一度沈め直すだけです。沈め直しただけです。いいですか。ほら見て、とにかく頑張ってくれ、うまくいってくれ、頼みます。頑張れよ。ほら、おぴったりだ。こんなに増えるって幼稚園とかで習いました。いいえ、習いないでしょ。これ小学校でも中学校でも高校でも大学でも死ぬまで習わないことになってるんですよ、うん、まあ専門家的にはなりますけどね。これね、膨らんだだけ増えたんじゃないの。膨らんだだけ分かりますよね。膨らんだってことはあのブヨブヨっていうか中ね、隙間だらけなんですよ。じゃあ今度減らしてみます。どうすれば減るかというと、地震のように動かせばいいんです。いきますよ。どうなるか見てください。こうなります。これ砂がまるで水のようにふにゃふにゃしてるでしょ。液体のように見えるでしょ。だからこれを液状化というんです。で、この時砂の中に埋まってる軽いものは浮いちゃいます。だん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 砂減ってきてるの分かりますか。これどん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 減ってきてる。減ってる。そして黄色い線に近づいてきました。そしたら今まで入れた砂が固まってきたの分かりますか。そうだ、固まってきた。いってやると、はい、カチンカチンになっちゃった。はい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 、はい、うん、これで液状化の全てが表現されてます。なるほど。え、ちょっと見直してくれた。いやー素晴らしい。はい、お金かからないでしょ。砂と水とペットボトルだけでさ、こんな感動が得られるんですよ。素晴らしい。これ素晴らしい。でも液状化ってち
とイメージしづらいところありますね、うん、そうでしょ。だからね、説明しようってしなくても見てこんなんだなって感覚で分かる。ここが大事です、ね、みんながみんなきちんと、うん、あの定理定義を書いてバーってこういうものですって語る必要はないです。こんなもんだって感覚で分かれば、はい、それがそういうもんだっていうふうに理解できるってことです。これが感性で理解すると思いますね。素晴らしい。これ感動だな。へえ、小さい子だって分かるでしょ。小さい子だって雰囲気がね、小さいから、はい、そうですね、小さいから怖くないし、うん、いや怖くないですよね、少なくともね。困るのはね、飲まないこと。これはダメです。これはよくあるんですよ。それはダメです。飲んじゃったね、よくあったってあ、いやいや、飲むまで、ね、飲みそうなんてやめてちょうだいっていうのがよくあるんですよね。あの災害のとか防災訓練の時に並べとくとね、これ非常用の飲料水ですねとかって、ろ過した砂ですかとかですね、間違いですから、ね、これはあくまでもこう実験用ということですね。いやー、ちょっと今日はすごい引き込まれちゃったな、うん、面白かった。これがさ、やめられなくなっちゃった嫌でなかったら差し上げますから。いや、ありがとうございます。なんかちょっと毎回やりたいですね。毎回やりたいね。あとね、これあのお家にどっかにね、こうペタンと貼っておきますとね、はい、地震来たかなって時になんか揺れるものを探すでしょ。その時これでね、あ、揺れてる、あ、今地震来てるなってわかるんです。しかもさらに、はい、周期まで分かっちゃうんですね。今は長周期地震動が来てるのか短周期が来てるのかまで分かっちゃう。素晴らしい。これは10円かからない10円かからない10円かからない。これすごいな。なるほどね。確かにそうです。こんな簡単なことなんですね。ただあの扇風機とか回さないってことは風でも揺れますからね、うん、これは大事なことね。あ、それちょっとやろう、やろう思います。本当にはい、ということでここまでショーが続きましたけども、うん、まね、まだまだ見たいなっていう方はあるんですよね。一般公開が4月19日日曜日10時から16時。あ、長いですね。結構1日やってますからね。1日、はい、私も1日は、いや、暴れてますからね。どっかで伝わるし、はい、はい、ちょっとなんかあれあれピンクの人が増えましたけど、増えましたね、一人ね。ちょっと変装ですだけで、あの金髪メガネっていう、はい、ちょっとなんかキャラが被ってると思ってたんですよね、ずっと見てて。え、違和感ないですか？ぜひ僕もナダレンジャーに入れてください、はいはい、ということでぜひぜひ、19日生で見たいという方は遊びに行ってみてください、はい、ということで、ドクターナダレンジャー、そしてナダレンコさん、ありがとうございました。ありがとうございました。